今回の本編は自分に合った勉強法の見つけ方について話していくんですが、ラストの私の思いを話すところはですね、ぜひ保護者の方にも見ていただけたら嬉しいです。チャプターはね、ちゃんと下で切ってありますので、ぜひよろしくお願いいたします。では本編参りましょう。改めましてどうも、ハイチーです。今回はですね、王道の質問である私に合った勉強法を教えてくださいっていうものに対してアンサーはできないんですけど、ヒントとして今まで10講師のところも含めてなんですが、自分に合った勉強法ね、ある程度見つけることができている方と迷い続けている生徒、いるわけですよ、の違いを比べた時に大きな特徴として2つあるんです。今回それを紹介していきます。まず一つ目の迷い続けてる方に共通する特徴としてあるのが、その自分に合ったね、勉強法の答えを誰かが持っていると思ってるところです。どういうことかっていうと、勉強法を見つけることができている方っていうのは、勉強法は自分で作るもの、自分で見つけていくものっていうのが大前提としてあります。でも迷い続けている方っていうのは誰かが持ってる、例えばネットで検索してればいつか自分のね、ぴったり合う勉強法に出会えるぞとか、誰かが教えてくれるものだと思ってるんです。違うんです。その前者で言う見つけることができている方っていうのは、きっかけはもちろんネット情報だったり、YouTuber だったり、本だったり、友達だったり、この人の、勉強法を真似してみようって、これ自分に合うかもっていうのを、勉強法なんてたくさんネットに落ちてるので、そっからきっかけを作って真似から入ってます。多くの方がで真似から入ってるんですけど、それを必ずアレンジしてます。例えば私は分割勉強法っていうのをよくおすすめしてて、30分やって休憩して30分やってみたいな、1回の勉強時間を短くして分割する方が集中力が持ちやすいのでおすすめしてるんですが、私が30分と言ったら30分じゃなきゃダメなんだって思う、そうじゃないんです。もちろん1回そこから試しますよ。でもやってみたら、あれ自分はもうちょっといいなとか、もっと言うと英語は得意だからもうちょっと長くてもいいけど、理科は苦手だから30分きついな、もうちょっと短くしよう、自分に合ったアレンジをどんどんしていくんです。それがやっていいよって、もう大前提として分かっている方は、より自分にフィットした勉強法に近づくことができます。なので今勉強法に迷っている方はですね、ネット情報でも友達情報でもいいです、先生情報でも構わない、これいいなって、ちょっと自分に合うかもなって興味持った勉強法をまず試す。そう、これね、すぐ行動に起こせるかどうかは、そうね、自分に合った勉強法を見つける、もう一番の近道です。頭で考えて、ああじゃないかな、こうじゃないかなって考えてる時間もったいないよね。まず試さなきゃわからないから、試してみることによって、あ、全然違ったわ、くしゃくしゃポイってなることもあります。あるんですけど、試してみるからアレンジができるんです。もっとこうしていこうって、それを続けていった結果です。今勉強法を見つけることができている友達先輩はいきなりは見つかってないから、俺らもそうだけど、たくさん試行錯誤してんだから、時間かかってんだぞ。かかった結果、でもかかった結果だからこそ、それだけ時間かけてエネルギー使ったものだからこそ、唯一無二の武器になるんだよ、自分の。なのでまずはいろんな選択肢の中から、これいいな、やってみようって思うものを選んでやってみる、そしてその中からちょっとずつアレンジをしていくっていうのを大事にしてみてください。で、もう一つの迷ってる方の NG 行動としてあるのが、すぐやめちゃうです。例えば英単語を覚えるには朝単語を暗記するといいんだぞっていうのを読んだとします。そっか、朝なんだってことで、朝20単語ずつね、早起きして頑張って、眠いね、目をこすりながら暗記を頑張った子がいるとします。さあ1週間経ちました、頑張った、いや頑張ったなってなるんですけど、きっとですね、あんまり成果が出てないと思います。そうするとどう思うか、あんだ合わないじゃんみたいなね、でやめちゃうんですよ。で他のね、いや暗記夜のがいいって書いてあんじゃん、夜にしようみたいな、そうするとですね、で夜も1週間やるんだけど、多分そこまで結果が出ないんですね。っていうのは勉強だけじゃないです、スポーツのね、練習とかもそうなんですが、ある一定の期間やらなきゃ成果は出てこないし、合ってるかどうかなんてわからないんですよ。これはどのくらいの期間って厳密には言えないんですけど、少なくとも3週間ぐらいは続けないとわからないです。
で、その3週間の中、例えばじゃあ朝の英単語とか、さっきの30分の分割勉強法もそうなんですけど、やっていく中で微調整は OK よ。例えば1日20個って書いてあったけど、いやちょっとね、さすがにきつい、10個にしよう、いいじゃん、それは自分に合った微調整だからいいんだけど、朝英単語をやるとか分割して勉強するみたいな大きな枠組みのところはもう信じてやると決めたなら、少なくとも3週間はやってごらん。コロコロ変えたら成果が出なくて変える、成果が出なくて変える、って結果出ねえんだよ。そうすると自分は見つかんない、もうずっと迷ってるみたいなことになっちゃうので、もう自分が決めたものはある一定の期間、少なくとも3週間、欲を言ったら1ヶ月はまず続けてほしい。そうするとその中でこれは合ってる、これはちょっと違うなっていうのが見つかってくんだよ。だからアレンジしがいがあるんだよ。でどんどんアレンジしていって、よりあこのやり方いいなって、あこれ違ったなってね、その経験値が積み重なるからさ、よりみんなにとって自分に合った勉強法に近づくことができますので、ぜひある一定期間は信じてやってみる。でもしちょっとプラスできるんだったら、そのね、合ってんのかなって迷った時にすぐやめるんじゃなくて、誰かに相談してごらん。これどう思いますかって、これはね、先生とか、塾の先生でもいいんだけど、あとは勉強が得意な友達とかでもいい。それで意見をもらうの。変えた方がいいよとかじゃなくて、ちょっとさこうアレンジしたいんだけど、どこがさ変えたらいいかなみたいな、そういう意見をもらえると、さらにねこのいいブラッシュアップができますので、ぜひ試してもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。で今回ですね、本編の方で自分に合った勉強法を見つけるっていうところで、アレンジっていう言葉を使いました。で私はよく勉強法のこととかでもこの言葉多用します。自分で書いた著書にも使ってるぐらいなんですが、でぜひですね、今回保護者の方にも見てほしいっていう話をしたのが、保護者の皆さんも例えば勉強だけじゃなくて、仕事とか悩みとかもそうなんですけど、いろんなことを試行錯誤して生きてきましたよね。最初から全てがうまくいくなんてことはないです。でも我々、私も39歳なんで子供もいますけども、やっぱり長く生きてる分ですね、いろんな試行錯誤があるんですが、そのスタート、悩みのスタートから試行錯誤した過程があって、結果がありますよね。でまあ、うまくいった結果もあれば、うまくいかなかった結果もあると思うんですけど、どうしてもですね、子供たちに結果を伝えがちなんですよ。こうなったよっていう、だからあなたも頑張りなさいみたいな。でもそうじゃなくて、家庭でどういった試行錯誤、アレンジをしてきたのかっていうのを、ぜひお子さんに伝えてほしいと思います。これはですね、今の子供たちって言い方もあれですけど、やっぱりこう SNS が発達したので、答え、正解が溢れた世界なんですよ。勉強法一つとっても、もう自分のベストアンサーに、自分にぴったり合う勉強法があるはずだと思ってます。もちろん見つかることもあるんですが、そんなに人生イージーゲームじゃないですよね。試行錯誤や悩みとか、そのね、創意工夫があるから、その結果にたどり着けるものですよね。でもその部分をですね、やっぱり子供たちは実感しにくいです。だからこそ、一番身近なご家族が、こういうふうに悩んだ時、こういうふうに迷った時に、こういうふうに考えてやってきたよ、こういう試行錯誤をしてきたよって。で、その結果、うまくいった。例えば、うまくいかなかったことがあっても、うまくいかなかったから、さらにこう試行錯誤してきたんだよって。たくさん、パパもママも、おじいちゃんもおばあちゃんも、迷ってきてるよって。それをぜひ伝えてほしいんです。もちろん思春期でなかなかね、こう意思疎通が取れないっていう時期もあるかと思うんですが、身近な人がこうやってきた実体験っていうのはすごく子どもたちにとって宝物です。なので、もう全部話せってわけではないです。話せないこともあるでしょうし、話しにくいこともあるかと思うんですが、ぜひそこの部分を少し大事にして、ご家族とお子さんとコミュニケーションを取っていただけたらと思います。そして子供たちもしね見てくれてたら、みんなもいつか先輩になって、もらう側から伝える側になります。その時にみんなが悩んできた今の悩みとか思い、試行錯誤っていうのは、すごくこれからの後輩に伝える宝物になりますので、ぜひ、今悩んでる時は辛いんだけども、それを乗り越えた時にこういう風にやってきたんだよなってことは、大事に胸のこうね、引き出しの中にしまっておいてください。それがきっといつか誰かの力になるので、ぜひ頑張ってもらえたらと思います。はい、ということで本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。では今週1週間もお互い頑張りましょう。それじゃあまたね、バイバイ。